バレーボール、東ドイツ男子代表は、バレーボールの国際大会で編成されていたドイツ、民主共和国の男子バレーボールナショナルチームである。1990年のドイツ、民主共和国消滅により、現在は存在しない。1990年のドイツ再統一の際に、西ドイツが東ドイツを編入した経緯があるため、西ドイツ代表の記録が現ドイツ代表の記録に引き継がれている。 東ドイツ代表は、現在のドイツ代表及び西ドイツ代表とは別のものとして扱うのが一般的である。ドイツ代表に関しては、バレーボールドイツ男子代表を参照。三大体開発出場の1962年世界選手権は11位で、当時はまだ中堅国に過ぎなかった東ドイツであるが、1965年ワールドカップ5位。 1966年世界選手権4位、1968年メキシコシティオリンピック4位入賞と検討し、わずかの期間にヨーロッパ屈指の競合国へ上り詰める。その後、1969年ワールドカップ、1970年世界選手権で、それぞれ金メダルを獲得し、世界一の称号を手にした。1972年ミュンヘンオリンピックでは、 準決勝で3連覇を狙う強豪ソ連を破り、決勝で日本に敗北したものの銀メダルを獲得した。1976年モントリオールオリンピックを目指した頃から勢いをかくようになり、1974年世界選手権では4位に終わり、メダル獲得はならなかった。1980年代以降、急速に失速していき、 やがて国際舞台から姿を消すようになった。ありがとうございます。